龍が如く主人公の強さランキングがこちら、わらわらわらに対するみんなの反応。 S プラス桐生一馬、冴島大河、 S 真島五郎、郷田裕二、 A 秋山俊、谷村正義、 B 品田達夫、春日一番、 F 沢村遥。キムタクはどれや、ヤガミは A プラスくらいちゃうかな、秋山よりは強そう。言うほど春日って品田と同等か。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ、それが今のお前や。宮本武蔵と坂本龍馬がない。桐生ちゃんの先祖的なのは桐生ちゃん扱いなんやない。大悟って品田に負けたと思うとしょうもないよな。やるな。桐生ちゃん強いだけなのがね。冴島は賢さがね。桐生のおっさんも賢くない。俺だって分かってんだ。そんなことは賢いのってやだね。春日、秋山くらいやろ。堂島大吾さん口だけよな、サコカリ専門。大吾さんは桐生に頼りすぎや。今までは桐生さんといった英雄に救われ、登場界の金看板は守られてきた。だがそれももう限界に来ている。桐生さん、冴島さん、後のことは任せましたよ。桐生ちゃん雑魚にはめっぽう強いのに、ボスにはコンボ途中で割り込まれて、ほんと情けない。ターボーの壁蹴り後の派生攻撃みたいなヒートゲージなしで使える便利な技つけた方がいい。桐生ちゃんにはトラ落としがあるから。秋山より絶対春日の方が強い。ないわ、4人がかりで殴りかかって引き出してるやつが強いわけない。エイトの描写次第やけど。思うたより楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。衛星レーザー取得誤かすが SSS。 てか郷田龍二って主人公じゃないだろ。ゾンビで主人公やってる。ふん、親父のやつ。郷田龍二が郷田龍二になった途端クソだせえな。春日は大して強くないのが魅力やからな。桐生秋山みたいな一人で解決できるようなやつやったらセブンは今ほど評価されてない。4人がかりでも重機に勝てるのはすごすぎないか。虎役魔、そして超次元暗殺者を倒せるのはごくわずか。春日、はあはあ、4人がかりでクマ倒したぞ。冴島、素手でクマ狩りしておいたぞ。水中でサメ撃退しておいたぞ。トラじゃね、クマも倒してるで。トラもやけど。沢村遥は YouTube で上がってるモッド動画ではダントツで強いぞ。捨て頃限定ならまあ何でもありなら、社長サテライトレーザー砲で春日一択。一番ちゃんは経理担当やから。一番前がごとく CM 出てる社長やぞ。おいしさ一番、一番せんべい、笑顔が一番、一番成果です。キリューちゃんは留守場最弱やろな。うるせえ、デロンパするぞ。うるせえ。あの風間の頭なら、いずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だって、てめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。何が言いて。これは負けてる。うるせえ。冴島はゴリラやからしゃあない。真島くんは何か倒したかな。真島もアモン一族倒してるから一応。レスバ最強は誰や。秋山、春日や。真島はイカレ具合はピカイチやろ。サイコパスの皮かぶった健常者やぞ。いい音聞かせろや。ゼロの真島はかっこよすぎだから別人だと思うことにしてる。伊達さんは？ヒロイン、いい年こいて守られてばっかりだもんね。すまねえ、目を離した隙に遥がさらわれちまった。おれ！連れて行け。
前ら。それに比べて足立さんの有能さよ。春日たちは重機も倒してるんだが、最初から乗ってるやつ狙えてーぎ。ヤスケンの鳩もなかなか強いぞ。主君のイカれたマリオカート好きやったわ。あれ難易度高すぎるわ。サブストーリーの中に組み込むのやめろや。マジで無事。相手は同じやけどコケサーもきつかったわ。コケサーは攻略見てタイミングつかめばなんとかなるけど、ドラカーはマジでちゃんとコース覚えて練習する必要あるからなわけわからんで。確かにプレイヤーのテクニックはドラゴンカートのが必要やな。ショットガン効かないヒグマやトラ2頭とかと捨て頃できるのにピストルで戦士をさまようのが謎やな。バイオのボーグラさんみたいに見てから回避を言うぐらいやないとおかしい。キリュウちゃんは肉眼で RPG を拳銃で撃ち落とせる動体視力があって、特殊部隊や武装したおっさん100人程度なら余裕で蹴散らせる。なおムービー中の銃にはクソ族な模様。ミネもっと活躍してほしかったわ。スリーホンマスコ、沖縄楽しい。他はともかくキリュウとマジマは魔界の住民とカゴーマとかとも戦って勝てるから人じゃないよ。素人、一般人、喧嘩の経験がほぼなしか年齢などにより衰えた連中。 F、育ち、秋元くん、トーマ、野々宮、中島さん、クルスタケル、星野龍平、エツコ、大田陣。とりあえず喧嘩はできる。普通の不良やチンピラレベル E マイナス。犬を虐待してた不良、堂島宗平、松金貢、牛島文也、大島平八郎、木戸、菅井克美、戦国虎之助、まだらめただし、小笠原、家、落合福士、黒沢翼、黒川、彩の花屋、ビッグロー、柴田、馬月探偵、シャルルの天人、真島に絡んだ不良、久米颯太、桂川、オレオレ詐欺のチンピラ、田代くん、E クラス、たかし、江崎、自撮り YouTuber、 蒼天堀のチンピラ。一般人から見たら十分強い。街中で絡んでくる不良程度には勝てる。 E マイナス、宗方清志郎、西田、神宮京平、高島亮、田頭直人かっこ序盤、北方泰造、青山実、 E、 葛城、佐川司、三木尾、鎌田キエリ、お尻マイスター、アンティー教授、袴田、桜庭、伊達誠、河原二郎、日村、大阪、宇佐美優太かっこ序盤、正雄、高杉光一、E プラス、達姉、ジャッカル八木沢、ナイル、荻田寛、南波優、テイ、川村亮太、無難著赤松、デバガメハンジ、松永隆明かっこ序盤、ビーキングリーダー、カラーギャングのリーダーたち、カズキ、マシコ、ザコが束になっても勝てない、秋山、谷村、シナダが苦戦する実力、C マイナス、的場、岡部、宝太郎、健吾、シンジ、伊原、倉橋、南雲強しかっこ序盤、足立光一、佐山薫、安村光雄、向田紗恵子、MIA ソルジャー、娯楽王、C、国枝、久保田、酒井敦史、米田、戸塚大和、島袋力也、釘原博士、囚人番号1356、花ちゃん、優也、護衛兵、金融王、天皇王、C プラス、キムヨンス、超天佑、チャップマン、キリヒト、緑川匠、浜崎号、荒川真澄、荒川雅人、孔明、鶴川圭一、八幡、羽村恭平、増添浩二、金原、森永優、葛西、立花鉄、風俗王、達人、超人予備軍の壁、桐生や佐江島に褒められる実力、B マイナス、ステッキ男、長谷部、村瀬明、小田純、尾崎幸次郎、榊場、フラムック、南大作、春日一番、錦山明かっこ龍ゼロ、大田龍二かっこ小学生、杉浦文也、右京達也、無難著鈴木、
沢田裕樹、長宇佐美優太、賭博王 B、 綾野浩二レオ、神山レンジ、クララ、シャルロット、カトリーヌ、イーブチケイ、ロブソン、新郎浩二、精鋭護衛兵、高部守、赤石、真鍋幹事、フェルドマン、MIA サージェント、本田、神田剛、田頭直人、松永孝明、東徹、塩谷聡、世那城、B プラス、古賀、キムデジン、玉城の闘牛、熊、MIA カーネル、新崎、馬淵明、ヘイリー・バスター・ホームズ、デッド・バンチャー、ハングマン、矢野徹、天山博義、小島さとし、南雲剛、海藤正春、林博士、護衛隊長、東島大五かっこ流通、賀茂達也、西郷、新の壁、桐生や冴島でも手こずる実力、レイマイナス、荒瀬和人、黒装束の男、石尾田玲治、斎藤、内藤哲也、棚橋博士、中原茂、岩見つねお、レイ、アモンカズヤ、アモンジロウ、アモンサンゴ、小牧宗介、沢城城、星水幹事、玉城哲夫、天竜源一郎、武藤敬司、蝶野正宏、藤波辰巳、長州力、岡田和親、さつき、新井博明、金井家門、馬場茂樹、杉内淳二、レイプラス、新アモン、黒岩光、アンドレ・リチャードソン、ラオグエイ、ラウカーロン、広瀬トール、エド、モーコ、シラヌイ、月光、オニクマ、ザディアブロ、イワン・イブラヒモビッチ、天童陽介、イーウェンハイ、相沢に負けた格闘家、谷村正義、秋山俊、品田達夫、染谷拓海、半純義、渡瀬勝、荒川真澄かっこ全盛期、勝谷直樹、木塚、超人の壁、桐生や冴島でも手を抜けない実力、S マイナス、久世大作、渋沢刑事、阿波野博樹、西谷誉れ、柏木修、世良勝、八神高之、曽田地かっこ完成隊、築山、芸能王、S、相沢正人、木戸武、風間丈司、風間慎太郎、島野太、かつくん、小牧宗太郎、 S プラス、合田隆二、峰義高、東島大五かっこ竜鳳から5、錦山明、真島五郎かっこ竜1から4、化け物の壁、桐生や冴島が脅威を感じる実力、 SS、アモン城、アモン荘、剣道、 SS プラス、山おろし、カズマ、冴島タイガ、真島五郎かっこ竜ゼロ&竜5&竜セブンのラスト、ボチャンネルスレより、山おろし普通に熊で草、それよりも上の人って何なんですかね。無難ちゃ鈴木強くて草、お前ら的にエイトはどうなんや。イメセンキリュウちゃん割と好き。キリュウさんは戻ってこなくてよかった。キリュウカズマ最後の物語とは何だったのか。地獄まで付き合ってもらうぜ。姿消したはずなのに、オウミ本部にグラサンでのこのこと出てきたり、大学デビューみたいな髪でうろついたり、こいつ自分の立場分かってるんか。カタギヤ、ヤクザとカタギを反復横跳びする男やからな。俺が登場界というダイモンの重さ、きっちり体で教えてやるぜ。キリルちゃんはトラニと同時と巨大ザメに勝てるし、しかもトラニタイは MB ナイフでお腹痛いたいした直後という恐怖、ガイデンアリなら最強は剣士郎や。